爱影展，风情守候的日子。こんなちっちゃな子供らを疎開させるなんて、先生本気で言ってんのか？よく考えてください。空襲は必ず来ます。私は反対です。三つや四つの子供を手放すなんて。想法被误解，得不到共识，更需要坚定信念。私は疎開させる。生きてる方がずっといい。妙な虫という立派なジャガが僕たちの疎開保育園だ。ひどいボロデラ。大森くらいで驚かない。この光景を覚えておこう。今日聞いたのは警報じゃなくて、みっちゃんの飛行艦と子供たちの歌声だけ。五位铁娘子，感谢女性坚韧，陪伴孩子们走过孤独与恐惧，风情守候的日子。周日下午1:33，晚间8点。